予告編から、風と共に散るは、1956年のアメリカ合衆国の恋愛映画。監督は、ダグラス・サーク、出演は、ロック・ハドソンとローレン・バコール、ロバート・スタック、ドロシー・マローンなど。原作は、ロバート・ワイルダーの1946年の小説、リトゥン・オン・ザ・ウィンドで、石油会社の社員、その親友の若社長、若社長の妻、 若社長の妹の4人が織り成す資格関係を描いたメロドラマである。ミッチとカイルは幼馴染みの親友である。カイルは石油会社の御蔵師で知り合ったルーシーに求婚して結婚する。だがミッチはルーシーに恋していた。カイルはアルコール中毒で医者から子供ができる望みは少ないと言われ絶望する。カイルの妹のマリリーはミッチに恋しているが受け入れられず。 アバズレと言われるような生活をしている。カイルは、妻とミッチの不倫を疑うが、ルーシーは妊娠し、カイルにそのことを告げるが、カイルは信じず、ミッチの子供ではないかと言い、ルーシーを殴る。ミッチはカイルを殴って、奥歩から追い出す。ルーシーは流産していた。カイルは戻ってきて、拳銃を向けて、ミッチを殺そうとし、マリリーが止めに入るが、銃が暴発してカイルは、死んでしまう。 マリリーはミッチに結婚してくれたらあなたに有利に証言するというが、ミッチは拒む。多くの人がミッチがカイルを殺すと言っていたと証言するが、最後に登壇したマリリーは真実を話すのであった。ロッテントマトズによれば22件の評論の内高評価は82%に当たる18件で、平均点は10点満点中7.36点となっている。 本作が公開された翌年1957年、ローレンマコールを除き、ほぼ同じスタッフとメインキャストで映画、翼にかける命が制作された。ありがとうございます。